はい、ゆめです。こんにちは。どうもどうも。今日はディズニーシーの方に来てます。ピクサープレイタイムイベント中ですね。こちらニューヨークデリでカーズのスペシャルセットが食べるってことで来ました。ちょっとね、ニューヨークデリはですね、俺の中ではちょっと相性が悪いんですけどもまあでもね、大好きなカーズのセットと聞いちゃやっぱ食べないわけはいきません。なのでこれからレポートしたいと思います。行ってきます。はい、カーズのスペシャルセット、こちらですね。ライトニングサンド、名前がすごい。ライトニングサンドだよ。ローストポークとチーズね。でフランチフライポテトとソフトドリンクと。はい、じゃあこのライトニングサンド行ってみます。はい、買ってきましたよ、スペシャルセット。まず名前がすごい、ライトニングサンドですよ。とこのフレンチポテトとドリンクと。ドリンクはね、あえて今日寒いんだけどコーラにしました。こんな寒いのになんでコーラって感じなんだけど、なんかアメリカンだから、とことんアメリカンなので、やっぱアメリカといえばやっぱりコーラかなと思ってね、なんか組み合わせ的にねコーラにしちゃいました。でこのね、ライトニングサンドなんですけど、ローストポークとチーズってことで結構ボリューミーですよね。でこれがちょっと気になるんだよね。でレタスとチーズと、彩りがまずいい、つかみはいいね。でね、なんといってもこの包装紙がいいんだよ、裏身とか。ほら見て、これはテンション上がるよね。ライトニングマックイーンって書いて、背景チェッカーフラッグだからね、これはね男の子絶対好きだと思うな。でこの袋の中もね、なんか無駄にメーターとかがあって超かっこいいんだよね。はい、これはね、つかみはいいね、味が良かった、言うことなしです。でこのバンズも赤いんだよね、ライトニングのボディカラーのこの赤、確かにライトニングを象徴してますね。もうまごうことなきライトニングサンドですよ。はい、これつかみは OK ですね。楽しみだ、いただきます。はい、それではいただきます。なんといってもこのボリューム見て、これちょっとバクッと一口だ、これいけないと思うんだよな。もう一回具を確認しようか。ローストポークとね、この上に乗ってるこのチップっぽいのが気になるんだよね。これなんだろうね。あ、なんか食べたことある味がするけどちょっと思い出せない。あとね、ポテトサラダとね、チーズとね、これなんだろう、レタスとね、謎のソース、トマトかな、トマトでバーベキューソースかな。うん、そうですね、おそらくバーベキューソースですね。なんでとことんアメリカンですね。どうなんだろう、ちょっとね期待と不安とはなんですよ。じゃあライトに見えるように食べようかな。こっち向きでしょうか。はい、じゃあいただきます。あー、うん、例によって冷えてます。でね、これは何だろうな、カーズ好きなんで美味しいって言ってあげたい、言ってあげたい。もう一回食べてみる。なんかね、薬みたいな味がする。大谷さんみたいな匂いがする。何これ、ちょっともう一回言ってみる。これはわかるか なんかね大谷さんみたいな味がするんだよ、匂いとか。なんだこれ、ちょっともうちょっと待ってね。これコーラと一緒に食べればまあ食べられなくはないね。初めちょっとね微妙かなと思ったけど、なんか食べてくるにつれ、なんかなんていうの、慣れてきたっていうのかなおかしいけどね
うん、これはこれでありかなっていう気もしてきた。でもちょっと申し訳ないけどね、美味しいってなんかすいません、ちょっと言えませんね。これは食べれなくはないって感じ。いやこれはちょっとね、1100円でしょこれでセットが。今俺7割ぐらい食べたけど、なんとかね完食はしたい。頑張って、ちょ頑張るわ。今ねあとちょっとです。はい、カーズのスペシャルセット完食しました。完食しましたけど、かろうじてなんとか食べきったって感じですね。やっぱり申し訳ないけどニューヨークデリだね。ちょっと心苦しいんですけど、俺の口には合わなかったですね。でちょっと俺は一個言いたい。カーズはやっぱね、ちびっこ、男の子にねやっぱ人気があるので、普段このディズニーね、ディズニーリゾート OLC が取れてなかったちびっこの男児、男の子たちも結構カーズって食いついてんだよ。でそういう子たちだったらね、おそらくこれ食べたいと思うんだよ。でこれ例えばさ、マクドナルドのハッピーセットとかにね置き換えてみて、そうするとさ、ほらプリキュアとさ仮面ライダードライブどっちとかさ、まあそういう感じでおもちゃ選べるじゃん。そうするとマクドナルドのハッピーセットで仮面ライダーとかをね、あの好んで欲しがるような僕たちが、このカーズのこのスペシャルセットもやっぱり食べたいと思うのね。だったらそういうね、男の子たちがあの食べたくなるようなセットにしてほしいですよ。で別にマクドナルドが美味しいとか俺別に思わないけど、これならねマクドナルドの方がまだ全然美味しいね。ちょっと俺も心苦しい非常に。もしくはねハッピーセットみたいにさ、なんかカーズのね、なんかほらなんかカーズのさ、なんかブルバックのミニカーつけるとか、だったらもうちょっとそうしてほしいとも思うし、もうちょっとね普段パークが取れないようなそういう層の男の子これで取れてるんだから、もうちょっと頑張ってほしいな。誰か動画のコメントであったけど、小さな女の子たちってさプリンセスへの憧れがあるから、だから小さな女の子ってディズニーとかって親和性高いと思うんだよ。でもちびっことかはさ、やっぱねパイロットとかさ、なんかねそういうかっこいいヒーローとかに憧れるから、ディズニー映画ってやっぱそういう憧れ、男の子が憧れるものってやっぱ極端に少ないので、そんな中カーズはね貴重な男児、男の子を取りに行けるコンテンツだから、だからこそここまでやったんだったら、もうちょっとねそういうちびっ子たちがどういうものを望むかっていうのを研究して考えてメインの方を作ってほしいと思いました。ごめんねちょっと辛口ですいません。ちょっと俺もカーズ好きなんで、ちょっとやっぱ期待を込めてねちょっと辛口に言わせていただきました。ほっとねカーズ俺ね吹き替え字幕版見て、吹き替え版見て、あとアメリカのカーズランドももう2回行って、あのカーズのアトラクションももう4回ぐらい乗ってるし、本当にねカーズ好きなんで、だからこそねここまでやったんだったらね頑張ってほしい、頑張ってくれ。はい、味の方はですね、なのでちょっと俺の口に合いませんでした。これで1100円だったらね、俺もちょっと他のも多分食べ行くと思います。ごめんなさい、ちょっと美味しい食レポにできなくてすいませんでした。頑張ってくれ、カーズ好きなんで頑張ってな。マックイン応援してるぜ。デリも頑張ってね。デリ応援してます、頑張ってね。はい、以上ディズニーシーニューヨークデリの、カーズのスペシャルセットのレビューでした。じゃあね、バイバイ。